高島線を走行する貨物列車貨物線とは、貨物列車が主に運行される鉄道路線である。日本においては、鉄道路線は一般に旅客列車を中心に運行されることが多いが、創業時の鉄道は一般に貨物輸送が主体であった路線が多い。特に臨海鉄道と呼ばれる臨海工業地帯等に付設する鉄道では、日本国有鉄道と地方自治体、 大口荷主である沿線工場立地企業が合同出資し、旅客列車が運行されず、貨物列車のみを運行する路線が多い。なお、都市部においては一般に旅客列車の本数が多いため、別路線を建設して比較的速度が遅くなる貨物列車をその新路線に移す工事が行われたことがある。この一例として、武蔵野線や京葉線は貨物列車のバイパス線である。 東京外環状線の一部として建設された。また、これ以前には、山手線、東海道本線等において、旅客列車を運行する線路と分離して、複々線化されたことがある。しかし、山手線では、湘南新宿ライン、埼京線、東海道本線の場合は、SM 分離に伴う横須賀線列車の乗り入れなどで、現在では、貨物線とされた軌道にも、旅客列車が、 定期的に運行されることからあまり意識されていないことが多い。山手線の場合は、急行線、または列車線、東海道本線の場合は、観光線、または電車線的役割が強くなっている。名古屋臨海高速鉄道青波線も、もともとは名古屋港西側への貨物支線だったのを、地元の要望で旅客化したものである。また、大阪東線は、 西日本旅客鉄道の片町線の貨物支線である上東貨物線を改良し、新大阪駅から旧宝寺駅の間で旅客営業する鉄道路線で、このうち南側の放出駅から旧宝寺駅までが2008年3月15日に、北側の新大阪駅から放出駅までが2019年3月16日に開業した。貨物線の旅客化だけでなく、 貨物専用線に旅客列車を臨時的に乗り入れさせるツアーも首都圏で実施されている。廃止はしていないが列車の運行が全くなくなった旧市路線区間については廃止、旧市路線を参照。JR グループ私鉄第三セクター貨物線の旧廃止は数が膨大なため主なものを掲載。国鉄 JR グループユーラシア大陸では2011年に 重慶とドイツギュースブルク間で貨物鉄道、中央半列の運行が開始された。中央半列の運行本数は開設当初は年間十七本だったが、二千十八年には六千三百本となっており、生都や西安、鄭州、武漢などにもルートを拡大している。中央半列の主な所要日数は、トンガンハンブルク間で二十日、新洋ンブルク間で十九日。 西安ハンブル区間で18日、蘇州ハンブル区間で16日、武漢ハンブル区間で15日となっている。国際陸海貿易新通道は中国とシンガポールが締結した新たな陸海複合輸送ルートで中国の重慶市から厚生地湾族自治区の金州港まで鉄道輸送し、金州港から東南アジアへ海上輸送するものである。 重慶市と金州港の鉄道貨物線の定期運行は2017年12月に開始された。金州港を起点とする貨物鉄道の定期便の所要日数は、金州重慶間が2日、金州成都間が3日、金州昆明間が27時間である。厚生ワン族自治区の南嶺市では2017年9月に中国、シンガポール南嶺国際物流団地の開発が、 正式決定され、チールプは南寧国際空港から 20km、南寧南駅や南寧駅から10の 15km 圏内に位置する。ありがとうございます。